ナイス強イプラこれこ江戸天聖みたいだな <laughs> 最強よそれやれるぞやったーナイス長かった戦いな忍人間体制みたいだったな何 <laughs> <ん>で何で何でかずっとナルトで喋ってくる <laughs>

すいません、皆さん。だから、はい。一緒に警察行こっか。え、捕まるんだ、これ。二階堂くん。はい。え、午前1時14分。うん。意図的に。意図的にじゃないですね。意図的に。うん。放送禁止用語を言ったという。事実をもってして。逮捕、釈放あ、早っ早っ

なんだあの釣りお前っていうか、秋田でやった釣り<も>お前。<laughs> お前さ。お<う>あんま口の外側から針引っ掛けるやついねえよ、魚に。<laughs> <laughs> うん。あの、ニカードさん。はい。えっと、その話の前にまず、うん、あなた自分の仕事を、ちゃんと処理してから次行ってくださいよ。ね。<laughs> あ、すみません。その他のことやる前に、あなたにまずお願いした仕事をしっかりこなしてから、そっからでしょ他のことやるのは。困りますよ、二階堂さん。はい、ごめんなさい。キャッチリリースするやつが、生き締めしちゃダメでしょ、二階堂さん。まずさ、そこ処理しないとダメでしょ他の話すんのいいよ。いっぱいいろんな話すんの楽しいよね。わかる。でもさ、 なぜやることやんないと。あ、ごめんなさい。ね。魚釣ってさ、キャッチリリースだつってさ、ね。その魚のさ、神経くってやって、死ぬんだよ。それでさ、リリースって、おかしいこと言ってるのわかんないかな。すいません、なんか、なんか、あつ、りの話、あり釣り、あ、お前、飽きたらお前ってなっちゃった。うんうんすいません。わかるけどね、気持ちは。なんだこいつ。 わ <laughs> <laughs> かんねえだろ <laughs> 気持ちいい <laughs>、うん、秋田のあの釣り面白すぎちゃったなあの釣りはすごいよ、まあ、中学1年生の子が入って「うん、やば足つく!」っつって焦るぐらいの深さしかないぐらいの海で釣りやったんですけど <laughs> <laughs> そしたらあのほんにもう見える限りね、うん、なんだろうなあの昔さみんな鉛筆使ってたじゃん、うん、その鉛筆を 長さ足りなくなってきたら持てないからつってキャップつけてたと思うんだけどその鉛筆のキャップぐらいのサイズの魚しかいないのねうん、うん、<laughs> そんなとこで俺たちサびキズりやしたもんだからさ、うん、まあなかなかそんな釣れないわけなんだけどももうさすがにこのままじゃ取れ高がないと思って俺は、うん、高速で竿を上下にこう振り出して <laughs> いっぱいちっちゃい魚がいたから、うん、その俺の速いその 針さばきに逃げきれなかったやつが引っかかって上に上がってくるという。かだから、お腹とかに針が刺さって <laughs>、ええ、陸に上がってくるというねう、ええ。新しい釣りを私はやってました <laughs>。あれ、お前、2、3匹目はもう100歩でいいとしてさ、1>, 1匹目引っかかったとなんか <laughs> えか釣りってこうですけどみたいな感じで、お前。<laughs> よくあんな顔色変えずにできたよな <laughs> え,えなんか変ですかみたいな顔してたけど <laughs> <laughs> まあそれは全部ねあの動画で収まってますんで、はいはい、ぜひご覧くださいぜひご覧くださいニカモの日常スタンプ買いたいです売ってください売ってください私,私目に売ってください私,目に私なんかに私<も>ニカ、えー、もったいないですけれども <laughs> 私なんかが私なんかに変えるかわかりませんけど。変えるかわかりませんけど。